護衛空母、護衛空母、護衛空母、エスコートキャリアは、第二次世界大戦で使用された小型、低速の航空母艦である。主に戦団護送の目的に使われた。大きさは、長さで、正規空母の約半分、排水量で1、3であった。低速で武装も少なく、搭載できる航空機の数も少なかったが、ブロック工法、電気溶接などの技術を採用し、 短期間で安価で大量に建造することができた。排水量や搭載可能奇数は軽空母と似ているが、護衛空母は軽空母と異なり、低速であるため艦隊に随伴できず、また艦隊や飛行艦班の走行も劣る。第二次世界大戦において、ドイツ海軍は主に U ボートを用いて連合国に対する通商破壊活動を行った。海戦以降、 イギリスの商船の被害は甚大であり、1年間で約150万トンの商船を失うこととなった。しかし、潜水艦は攻撃に際し、魚雷の射程まで目標に近づき、潜望強深度にまで浮上するため、付近を航空機で警戒しておけば、ほとんど攻撃を防ぐことができた。そのため、当初は大型の4発重爆撃機や飛行艇で戦乱護送を行ったが、 大西洋の中央に大戦勝海域の航続力の限界からいわゆる空の隙間ができたためそこでは戦艦は空からの護送が受けられず被害が続出したそこでイギリス海軍は商船にカタパルトを装備して使い捨ての旧式戦闘機による護送を行った CAM シップそしてさらに効率的に護送する目的で1940年頃からイギリス海軍と アメリカ海軍、当時のアメリカ合衆国は、中立国は、この空の隙間を埋めるため、大型の商船を改造し短い飛行甲板から、カタパルトを装備することで航空機を発艦さることのできる小型海装空母を多数建造し、これを対戦商会の船団護送に用いる案が、検討され始めた。商船船体をもとにした、小型で安価な空母を多数整備することにより、 多くの船団に対し、潜水艦に対して必要な防衛力を備えさせることが目的であった。この案が護衛空母として結実することとなる。最初の護衛空母はイギリス海軍のオーダーシティである。ダホしたドイツ火客船、ハノーファーを1941年1月から改装を開始し、1941年6月に収益した。 アメリカ海軍初の護衛空母はロングアイランドであり、巡航は1941年6月である。太平洋戦争開戦の後は、これら護衛空母は太平洋戦線でも活躍することになり、空母の分類として護衛空母という艦種が誕生した。アメリカ海軍では最初、補助的な艦船として扱われていたが、大戦初期に、 大西洋に展開していたドイツ海軍の U ボートを壊滅させるために多数建造された。護衛空母の任務は現地での潜水艦総統やパトロール、偵察、輸送船などの護送、そして航空機の輸送などである。イギリスの要請により大量建造され、イギリス海軍にレンドリースされた。戦争中に100隻以上の護衛空母が収益したが、 現在ではこの種類の艦船は使用されていない。太平洋戦争では上陸作戦における対地支援任務にもつき、ダグラス・マッカーサーのレーテ島上陸作戦に続くレーテ沖海戦の中のサマール島沖海戦にも加わっている。護衛空母6隻を中心とするクリフトン・スプレーグ少々の艦隊はレーテ湾に突入し、アメリカ地上部隊の壊滅を意図する。 栗田武雄長官の主力艦隊と遭遇し、果敢な戦闘を行った。アメリカ海軍における護衛空母の監視コードはクブである。これは空母を表す CV に護送の頭文字を付加したものであるが、乗員たちからは、自嘲的に燃えやすい、壊れやすい、消耗品の頭文字と揶揄されていた。通称として、ジープ空母、赤ちゃん空母と呼ばれた。 これは簡単な改造で、多数の商船改造空母を送り出すことを目的としたアメリカ海軍の方針によるもので、工述する日本海軍の護衛空母建造方針とは、対極に位置するものである。典型的な護衛空母の大きさは、全長150メートルぐらいであり、同時代の正規空母の270メートルに比べて、約半分である。 排水量は正規空母の3万トンに対して8000トンほどと1、3以下であった。速力も20ノット未満で、カサブランカ級は機関に蒸気タービンではなく蒸気レシプロを用いた。アメリカ・イギリス海軍で運用された護衛空母は油圧型パルトを装備しており、短い飛行甲板と低速でありながらも、戦乱護送には十分な航空戦力の運用能力があった。 搭載機数は初期には20機前後、対戦末期のものでは30機から40機に達した。日本海軍では当時の日本にアメリカほどの増艦能力がなかったため、同一艦型で多数が増艦される、護衛空母は存在しない。民間商船を改造した特設空母が護衛空母に近い艦種といえる。これは当初は正規の航空母艦の補助として、 連合艦隊が主戦力として使用することを意図したもので、英米の護衛空母に比べると本格的なものであった。しかし特に有速で、船体も大型、艦艦長があった費用型2隻を除くと、速力が遅く小型なことは否めず艦隊行動は行えず、カタパルトも装備していなかったために、主力艦上機の運用が不可能で、航空機輸送用にしか向かなかった。日本海軍は、 特設空母以外にも、給油艦を改造し、発艦能力のみを持たせた CAM シップ類似の即、球を完成させ、後継として、同様の形態を持つ、高野型給油艦も計画しているが、これらの艦艇もあくまでも、戦乱護送ではなく艦隊随行の、給油艦建成機の航空母艦の補助戦力として位置、付けられていたものであった。また、陸軍からは、 トルコリラ型船票タンカーに全通飛行艦艦を仮想士艦紙な空母とするトクトルコリラ型建造の提案を受けているが終戦までにわずかに2隻が竣工したのみであった。なお、日本海軍はトクトルコリラ型も前述の艦艇同様に世紀の航空母艦の補助として運用する意図を持っており陸軍よりも有足の船舶の提供を受けている。その後、特設空母は 英米同様の戦乱護送の強化の目的で、海上護衛総司令部に移管された。海上護衛戦乱司令部に移管された特設空母は、米英の護衛空母と同じように、戦乱護衛に参加し、旧式の艦上攻撃機器などで対戦紹介を行った。戦乱護送に特設空母を用いる際の運用については、次のような指摘が残されている。非戦団にて、 潜水艦の来撃で喪失した運用は、その戦闘商法において、解剖艦を増備して潜水艦を制圧する、相当体の新設、航空機による全土紹介はぜひとも必要であるため、各航路の航空基地を増備強化して、勢力の増大を図り、護衛空母は廃止するを任務。護衛艦の増加が無理だとしても、空母が戦乱と同速力にて運動するのは最も不可である。 高速力をもって、戦乱の後方を、バリカン運動を行いながら続行する必要がある、といった提言を残している。また、アメリカ海軍太平洋艦隊潜水艦部隊の司令官であったチャールズ・エロックウッドも、台湾、中国、フィリピンから、戦乱護衛機を出した方が、経済的で安であるのにもかかわらず、この措置に出たことは不思議である。護衛空母は、 物資及び航空機の輸送に専念させた方が有利で、あるるる。とと思われいいう意見を残している日本海軍は米英に習って特設空母を戦断護衛に用いたが特設空母の随伴や戦団を直接護衛する駆逐艦、解剖艦等の護衛艦艇の不足、レーダーやソナーの不備、搭載機の対戦能力や連動の不十分さなどの問題が多かった。 海上護衛戦団司令部に配備された特設空母4隻は、それぞれ数度にわたって重要な輸送戦団の護衛に従事し、護衛艦,艦艇と協力していくとか、敵潜水艦撃沈を報告したが、アメリカ海軍側の資料では該当するものはいずれも存在していない。逆に潜水艦の雷撃を受け3隻が沈没し、終戦まで残存していたのは海高1隻のみであった。 海軍以外の所属として以下のものも整備された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。